神への信仰と科学、すなわちゼニス、同列に語れないことを一つとして考えたのが過ちの始まりなのか。私は現実に惑わされ、自分を偽り、大義の名のもと犠牲を強いた。サリバンは最後に選択を誤りました。サリバンはあなたが死んだ原因、すなわちゼニスという現実を私に突きつけた。そして大義の名のもとに私が進むべき道を示しつつ、奇跡の可能性をも示してしまった。私は彼が進もうとする道がどちらか知るまでに20年かかりました。罪を知らないことが罪ならば、私は大罪を背負って死ぬしかない。しかし私は人々のため大義を貫き、罪を背負って生きる道を選んで生きてきた。彼らには全力で向かってきてもらわなければならないのです。私も全力で彼らを殺そうと思います。本当に死なないという奇跡があるのなら、私はもう一つの奇跡を信じて喜んで死ねる。私は信じるわけにはいかないのです。あなたをもう一度この手で抱きしめる権利はない。どうして私だけが幸せになることが許されるというのか。できることなら償いたい。犠牲となった人々に、20人の子供たちに、死のうとも生きようとも私に本当の幸せなどない。もう引き返すことはできない。